ペリフェラル第4話です。まで行きました。安田さん見られました？いや、僕、まだ1話で止まってんすよね。いやいやいや、もう追いついてない。いや、でも、僕が教えてもらった方がいいですね。あれね、それをガイド時間に見かかりまますしね、1話、1話ね。え、増田先生見られましたよね。いや、金曜日ですよね。金曜日、で、金曜日。4話見ました。でね、昨日ね、塚本先生に言われて、あのも1回見たんじゃ分からへんと。で、塚本先生3回見たっておっしゃったから、昨日2回目見たんですよ。で、まあ、おっしゃったように、2回目見るとね、非常によく分かったです。話の設定がね。そうですね。で、第4話ももちろん見たけど、まあ、第4話ね、非常に衝撃的ですよね。まだびっ次くりしましたよ、とにかくいろいに。ろ。分からないことが分かりました。でね、一応まとめを用意してるんですけども、まとめしない方がいいですか？ちょっと安いい田でさすんよ。と瀬い川や、さん、入れちゃちょっって。と、いいですか？どうせ公開するんですよけね、てこもれ。らうとかするのがいいかもしれないですいいです。ね。どうせ見ますから。いや、まとめ方もいろいろあるんですけども、ちょっと、私、これを、こういうの用意しました、こういうの。おお、いや、僕ね、塚本先生、1回目に言われたときに衝撃を受けたのは、まあ、3回見たとおっしゃったことと、それから詳細なノートをつけてノーはったトんね。ですね。ノートね。ノートむっちゃつけてますよ。ノートは。こんな感じのやつ。いや、だから第ね、4話のノートがこんな感じですね。ないな。第4話だけでこう言っ4て、話だこけう言っで。て。すだごからい。ね、なん映か。画見てそこまでやるかって。ね、でも、だからちょっと話いきますね。解説してく第ださい。4話何が大事か、ポイント。第4話のね、ポイントっていろんな説明の仕方あると思いますけども、私がちょっと思ったのが、冒頭でですね、1分ぐらいでですね、レビューがあるんですよ。レビュー10秒ずつぐらいのやつ。これレビューまとめてみました。何かというと、まずね、不倫が10年後以内と言われたのはどういうことだろうと。っていうところね。私が10年後以内というのはどういうことって。それから2番が、トラウマの後は残るというふうに相手に言われたんですね。その前の、3話の終わりあたりでね。不倫がなんかやっつけられそうになった時に衝撃波で。で、3番目が眠らない時には謎かけをやるのよって、ウィルフのお母さんが言ってたと。それから4番が養子は1人の予定なのみたいな。これだはけ別。ど、ウィルフと一緒じゃないと嫌って言って、アリータが言ったと。で、5番がですね、ハプティックのリンクは愛と似てるというふうにバートンが言ったと。でしたっけ？で、愛、たとえっていう、初めての人にとっては愛みたいなものだみたいな。で、6番が、俺に仕事をくれるってって。コナーが言ってるシーンです。で、7番が、飴と鞭があるって言って、バートンがピケットに言ってます。飴と鞭ってあれですよね。英語では、キャロットとスティックってなってるんですかね。ちょっと知らな全かっ然、た。意外だったんでびっくりしました。この6つがですね、1分の中でパッパッパッとフラッシュバックみたいにして、どんどん出てくるわけです。馬を走らせる作戦じゃないですか。人参をぶら下げといて、美味しいことで釣って走らせるのと、走れ走れ、べしべしってやるっていう、甘いのとまあそ辛いこのはとちょっ両方っといいていとう。しましょう。でですね、まあこれは絶対冒頭でこれ思い出せって言ってるから重要なんだということで、最初にその7つを押さえておくのがいいと思います。で、それを踏まえてですね、第4話のポイントまとめてみました。第4話のポイント。まずですね、これが結構大事なんですけども、ジャックポットっていうのですね。これが起こったっていうんですね。なんですかそれは、ジャックポット。それが問題なんです。この第4話のタイトル、ジャックポットなんですけど大当も、たりみたいな感じですか。これがですね、2039年あたりから何十年にわたって起こった世界の大異変なんです。で、まあ、これがちょっと詳細はやめときますけども、世界がいかにして崩壊していくかみたいな話がですね、それ一が番わかる。最後にあるんです。これが衝撃的です。で、それプラスですね、その後のパワーバランスという話があって、これはですね、ヌーランド博士が、途中で喋ってるんですけども、まあ、2100年の世界っていうのが一体どういうパワーバランスで成り立っているのかっていう説明があったと。
これ大事です、うん、これはね詳細ちょっとしゃべり出すと長くなりそうなのでやめときます。それから2番目、名前だけでよくわからなくなったんでそれ誰が女の子で何かとかちょっと付け加えてください。女の子、主人公不倫、はい、主人公の女の子が不倫、なんとかっていう人、はい、何でしたっけ、有名な女優さん、あ、なんか人気があるって言ってた。あ、今度ちょっとそういうの用意しましょうか、その顔の似顔絵描いて。そうですね、相関図、相関図それ絶対言いますよね。名前がね、わかんないですいつも、それちょっと説明入れながらいきます。そしたら、はい、2番目がですね、不倫が不調だというのがこの第4話の中で一番この大事なポイントとなっています。体の調子おかしいと、ペリフェルなのせいじゃないかということで、なんかいろんな話が展開していくというところが大事ですね。で、3番目がアリータの行方。アリータというのは2100年で不倫をこう呼び出して指示を送った人ですけども、それがそれ以降いなくなっちゃったというのを追ってというのがこの第4話の話の流れの中の、メインになってます。ただこのアリータの行方に関しては第4話では明らかにはなってません。それから第4話の冒頭ですね、冒頭って一番冒頭はさっきのフラッシュバックなんですけども、そのタイトルが終わった後の最初っていうのは2075年の世界で、ウィルフとアリータがまあ兄弟でなんかこのやってると、兄弟の頃なんですけども、うん、子供の頃なんですけども、なんか世界がえらいことになって、このなんかトレーラーみたいなの中でなんか、うんうん、やんちゃしてるというようなシーンなんですけども、うん、このシーンが結構まあ後につながるこの、2人のですね、なんか今後のモチベーションとかにつながっていくんだと思います、うん、まあこれもちょっとまとめと言いながら詳細は言っちゃうのやめときましょうか、ここで何があったかっていうのはね、うん。それから5番がですね、フリンと、ウィルフ。フリンっていうのはその主人公の女の子ですね。ウィルフっていうのは2100年のこの男性の方ですね。この人です。兄弟の弟側ですね、うんうん。で、この2人がなんかいい感じのシーンっていうのがかなり今回出てきます。うんうんうん、なんかフリンが全然別の VR の、映像の中でこの思い出に浸っているところにウィルフが突然やってくるみたいなとかですね。うんうん、そんなのがあるんですね。このいい感じでやってるっていうのが5番 で6番が実はですね、コナーが乗り込むと。コナーっていうのは、2032年で足がなくて片手がない、うんうん、コナーが実はヘッドギアつけて、未来に乗り込みます、うん、で不倫の体で、暴れまくります、うん、暴れまくってるっていうか、なんかちょっと運動するぐらいで、戻されちゃうんですけども、でまあそういうこともあって今後ですね、バートンと、コナーですね、バートンお兄さんね、この2人も乗り込んで3人でこの未来世界の中で何かやっていくと、戦っていくみたいな、話になりそうだというところで終わってます、うん、それから6番が7番がですね、トミーが突然現れて、トミーっていうのはあれですね、幼馴染の男の子で、不倫の初恋の人みたいな、好きな人みたいな感じです。警官ですね、シェリフ、そうそう、トミーがいきなり現れてこのピケットの話をしていると。ピケットというのはその2035年のなんかボスの悪玉のボスみたいな話をしていると、うん、でこの話だけはちょっとですね、なんかなんでトミーが現れたのか、でピケット結局出てこなかったんですけども、この第 4話で、あ、ちょっと出てこなかったですね、どういうことかという、結局いろいろここの一番の部分はすごい分かったんだけども、なんか最後とかですね、アリータの行方とかに関しては結局分からないというところまで来たというのが話で、何が言いたいか、あ、分かります、今の話。非常に恣意的ですけども、まあこの1番から7番と、今のポイントの1番と7番は対応づいてますよと。うん、ちなみに、塚本先生、第4話何回見はったん？2回ですかね。あ、やっぱりそうか。僕ね、1回見ただけで今のね話ね見たんやけど、ほとんどついていけないわ。難しいですよね、やっぱね。ああ、ということです。まあ、しょうがない。で、だけどね、4まで見てまた1見たら発見とかがあったりするんですね。うんうんうん、だからこれはこういう楽しみ方をするのかなと。いうようなことを感じましたと、うん、だから僕もう一回ね1話2回見たからね、2話3話4話ともう一回ずつ見ていきましょう。ぜひぜひ。何回見てもうちの奥さんはね寝てるだけやから。
だからやっぱりあれですよね、分かんない部分が多いんですよね途中でね、で、うん、分かんない部分は聞き流しながら、あの重要な部分だけをこう追っていくという形で最初は見るんだと思いますけども、うん、最初見て大筋が分かった後もっぺん見ると、あっ、この途中が全部分かってくるんですね。ちなみにどっちで見てはんの？僕ね、あの吹き替えなんやけど、字幕ですか？全部見てます。いや、どういう意味？全部見てます。音声英語も音声日本語も見てます。で、あの字幕日本語も字幕英語も見てます。だから3回ですねは見てます。そうか。いや、僕ね、あのデフォルトが吹き替えやったから、ね、でもやっぱり俳優っていうのはやっぱりね、その人の声っていうのがあるから、それ聞かんといかんよね。あのね、アメリカ人なんでしょうかね、なんかファッキングってむっちゃ言いますね。言葉全文章にファッキングが入ってますね。そうか、訳にはそれはないよね。日本語にもね、あ、訳にもないし、日本語にもの吹き替えにもないし、あんなに言うもんですかね。ちょっとニュアンスわからないんですけども、まあ、地方のちょっと口の悪い女の子っていう感じなんですかね。え、彼女が言うの？彼女がもうものすごい多いです。で、あの、男性も多いです。男性とお兄ちゃんも多いです。お兄ちゃんとかね、そのお兄ちゃんのお友達っていうのはみんな退役軍人で、みんな柄の悪そうな人だから、言うのはわかるけど、彼女が言うのはちょっとショッキングやな。多いですよ。もうほとんど全部の言葉に入ってると。文章に入ってるぐらい。いや、あのね、あとあれですよ、すごいダジャレみたいなのも多いですね、英語で聞くと。で、日本語では全然消えてしまってますよね。言葉をうまいことなんか英語で聞くと、ああ、こういうことかと思う。で、実はそれはあれで見ると分かるんですよ、あの日本語の字幕で見ると分かるんですよ。なんか日本語の言葉の横に英語でカッコして書いてあったりして、あ、うん、意味、あ、これは意味があるんだみたいな。例えばね、冒頭のシーン何遍も私見たんですけども、1話の冒頭、うん、兄弟のやつですよね、うん、アリータとのアリータとウィルフ、うん、アリータがなんあの喋ってるセリフで、足の裏がこう硬くなったり柔らかくなったりすると、うんうんうん、いうので、足っていうのをソールって言ってるんですね。で、それを言った後、あの、心と同じよねみたいな。あ、心もソウル。そうか、なぜになって。そうじゃないと意味わからんよね。だからなんで心も硬くなったり柔らかくなったりするみたいなこと言ってるのか、そもそもね、あそこの部分、文脈わからないんですけども、ちょっとそういうしゃれた言い方になってるっていうのは、日本語吹き替えで聞くと全くわからなくなりますね。ねえ、わかんなかったよ。そういうことです。いや、すごいですね。ちょっと長くなりましたんで。詳細な鑑賞ですね。まあ、評判良かったら5話以降もやりましょう。ちょっと追いつかないと早く。追いついてください。追いついてください。はい、追いつきます。じゃあ、こんなとこです。